さんこんばんは。こんばんは。こんにちは。はい、じゃあとりあえず決闘しようぜ。とりあえず、まあ、今日はね、やんちゃだなエルダースクロールオンライン ESO をね、まだ30秒ぐらいだけど ESO をね、まあ、決闘って見れんのこれ、うん、見れると思う。じゃあ俺と冷やかし冷やかし、はいはいはい、まずいけいけ、いきます。来いよ早く、やっちまえ。見ててボコるよ。決闘いきます。これ始めたて、始めたての太陽に負ける X スキル。おら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 、ちょっとダメージが、はっおい、あれ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 、あ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 、うまっ、痛すぎだろお前なんかなんでこんな痛いんだよ。あれ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 、あ、おい、屈伸です、屈伸です。なんでさ、8レベが3レベに負けちゃうんだろうね。やばい、なんか葬られた。強くない君。ちょっとちょっとノリさんやろうよ。あ、いいよ。マジでなんで俺。いきます。はい。戦おうじゃねえか。なんかさ、ダメージ高くね？ちょっと待ってよ、マジで強いんだけど何？うわー、あ、海落ちちゃった。あ、大丈夫か。なんでこんな強いのこれ。やってんだろこれ。これやってるだろマジで。おかしいよね。ちょ、俺イントロしようぜ。みんな安心のイントロ。決闘するゲームじゃないんだよね。うん、実はちょ、僕今日初めましてなんで、イエソーとちょっといろいろ教えてもらいたいんですよね。初めてかよ、新米かよ。新米に負けてるおめえらは何なんだよ。始めますよ。はい、始めてください。はい、はい人のお家見ることができるようになりました。最高。ハウジングとかやらないでしょ。だってリアルでハウジングしてるか、太陽とか。リアルで？え、だってゲームでさ、自分の家作ったりとかさ、部屋作ったりしないでしょ。リアルで作って、いや、それみんなじゃない。リアル。ちょっと待って、いやいや、それみんなそうだけど、いや、その人によってさ、こだわり具合違うよ。まあね、うん。ゲーム内でも俺とかは自分の部屋とかはもうごちゃごちゃなんだけど、結構ゲームではハウジングとかめっちゃやるから。確かにね、ノリさんゲーム内でのなんか生活レベル鬼高くね。ゲーム内だけね。そんなことはないでしょ。ゲーム内だけ本当に高いんだけど。ゲーム内だけ部屋が綺麗なタイプね。ジャパニーズティーハウスあるけど、ここ行こうぜ。ジャパニーズティーハウスでティー飲みたい。ジャパニーズティーハウス行こう。え、すごっ。俺ジャパニーズだね。すげえ、鳥居じゃん。俺も行けました。これ富士見稲荷神社をモチーフにしてない絶対。このえ、ちょっと待って、ハウジングってここからできるの？家の中とかじゃない？え、これ誰かが作ったってこと？これそう。いや、そうよ。やっぱこれ物とかも多分自分で置いてえ、ミニ五重の塔あるよ。ミニ五重の塔全然一重じゃないかこれ。これあれじゃない、あのこれ、なんつうんだっけ、この砂のさ、なんだっけ、これ名前忘れた。なんだっけ、あれ枯山水、あれね、枯山水っていうところ。うん、枯山水風。すごいね、なんかでもこれすごくない？どうやって、これどうやってやったの？工夫がすごない。おおおおお、ティーハウス、そういうこと。そういうこと。まずティーある。いいティーはめっちゃ、カマンベールチーズみたいなやつあるけど、まあ、ちょっとここはな、食事まで。ここはね、ゲームがね、ちょっと、うん、ロブスターいるよ、ロブスター。まあ確かにシーフードとしてね、うん、まあ、でもかなりこう、まあアジアチックではある。うん、まず、あ、ウサギ、これ食べていい？大丈夫かな、人。ダメだよ、早く追い出した方がいいんじゃないの。俺ジャパニーズビレッジあるよ。ジャパニーズビレッジ。ビレッジ、ジャパニーズビレッジ行こう。来た。え、すごっ、はいはいはい、あ、入れるわ。すごっ。え、燃えちゃってるよ。燃えてていい人なんでしょう。ああ、パイロクラスト。バイ。設定変えたらロード入っちゃった。すげえ。ちゃんと影もさ。うわ、ここにもいっぱいある。模様の枯山水が。枯山水。え、何これ。あ、え、すごい。
え、ってかさ、白すぎじゃない？まず。ウトクティ。え、待って。あ、何やってる？死んでない。何やってる？待って、てか下まで行けんの？これハウジング。やばい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 やば。街じゃん本当に。これすごくね。あ、いやこれま一周できるんだ。ビレッジだからね。え、なんかねこいつ。なんでとりあえず見つけたら殴ろうとするの？この人。思ったよりみんなちゃんとハウジングしてて。いいよ、こんな。お互いに行く？行きます。私行きたいっす。行ってきまーす。行きました。これね、まあどんどんなんかウェーブで来るんだよね。まあ要は基本あれだよね。まあどん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 ウェーブをクリアしていって、まあ、その過程でこうまあアイテムとかデザス強化とかを手に入れて、でボスに挑んでいく。それが今回。エンドレスなモードが追加されたのかな。ステージ1コンプリート。でこれでなんか報酬が選んで、はいはい、これね、レベル7報酬レベル上がってるやん。大嵐召喚できるなと。いけ、おーおーおー、なんかお強っ、クソ強い、ね、めっちゃ強い。おいおい、次決闘でこれ使ってやるからよ。え、ちょっと待って、俺もレベル上げしたい。でも今いける。え、なんで俺これ入ってないよ今確実に。なのに死ぬ。え、強すぎー。めっちゃ食らってる。あ、あーあー、ぼちぼち3人のところ行こうぜ。全ルーセント行く。はい、行こう行こう。え、3人で行く？この前の20人必要なとこ。20人必要？あのめちゃくちゃ強い人たち連れてって2秒で負けたね。いや、だからレベル依存って言ってたよね。レベル依存って言ってたから、だから多分俺らだけで行ったら相手も俺らぐらいのいい弱さの可能性あるよ。そうそうそう、その可能性あるから。こういうこの左のこのちっちゃいのか。あれ、あれもうダメだ。あーダメだ、あーダメ、うん、ダメだ。OK、帰ろう。俺なんか聞いた話、聞いてた話と違うわ、ちょっと。ダメだ、話になんない。